神山君、こんなところで奇遇じゃ。ええ、そうですね。いや、今日は幼少じゃよ。アザミならよくやってくれていますよ。それは何より。そういえば以前、やっあれは、嫁入りの準備ですよね。忍者の修行の次は花嫁修行なんで。お、バレておったか。さすがは神山くんじゃ。ならば仕方がない。ちょっと待ってください。今のは冗談ですから。わしは本気だぞ。いや、そうではなくて。冗談じゃよ、神山くん。これからもいろいろとあるじゃろうが。
おーっす。なんだ、案外元気そうだな。なんだよそりゃ。いや、さくらにあんなことを言われてさすがにへこんでるんじゃないかとね。のことでこの初穂ちゃんがへこむわけねえだろ。それとも何かい、心配でもしてくれたっつうのか。そう、いやもちろん。心配したに決まってるさ。腹を立てた初穂がどこかで暴れてたりしたらまた帝劇の借金が増える。ま、ちょっとムカついたのは確かだけどな。っていうか、私のことはいいんだ。ちょっと愚痴って、うまい貸してもこや、それでご機嫌なんだからよ。けど、さくらは違う。あいつはいろいろ背負っちまうからな。初穂だって背負ってるだろ。私が？何を？いろいろさ、さくらのことも兵撃のことも。初穂は初穂でちゃんと背負ってる。いつも助かってる。感謝してるよ。よ、おせやい。それはそんなんじゃねえよ。ただほっとけねえつうかさ、それだけだぜ。とにかく、さくらは絶対戻ってくる。あのまま終わるやつじゃねえんだ。信じてるんだな、さくら。当たり前だろ。なんだってよ。ほら、親友だからな。あいつは今はただちょっと休憩が必要なだけなんだ。そういう時ってあるだろ。休憩か。そうだな。でもそれなら。それじゃあ行ってくるよ。後のことは頼んだ。ああ、兵撃のことは初穂ちゃんに任せとけ。ロンドン戦は3日後です。それまでには戻ってきてくださいね。もちろんさくらさんと一緒に。そのつもりで頑張ってみるよ。清十郎。ん？さくらに変なことしたら成敗しない。変なことってなんだよ。遊びに行くんじゃないんだぞ。それじゃダメよ。いっそ遊んできなさい。仕事のつもりで行ったらさくらもゆっくり休めないでしょ。それは確かにその通りかもしれないな。よろしく頼むぜ。ほんじゃ、行ってこい。心配ですか？ええ、とても。天宮さんのこと、それにやらなければならないことが多すぎて困ったわね。
帝剣ですか。そうね、それもその一つよ。何年ぶりだろうな。もうあそこに行くことはないと思っていたのに。10年ぶりくらいか。ここは変わってないな。二人で裏山に入って剣術の練習とかキノコ狩りとかしてたよな。おじさんの家事仕事について行って一日中野山を駆け回ったりもしたっけ。おじさん今も刀を打ってるんだろ。さくら、あそこにいるのもしかして。お父さん。ご無沙汰しています、鉄管さん。神山清十郎。清十郎。ああ、聖望か。誰かと思ったぜ。大きくなって見違えたな。で、今日は何の用だ。さくらさんの付き添いで来ました。うちの娘が不始末でも起こしたか。いえ、そういうわけじゃないんですが。その様子を見りゃ何かあったことぐらいわかる。日向さんが亡くなってからもう10年ですか。ああ、帝都が大変なことになってた頃だな。今もまた大変になってきました。こんな田舎にも知らせは届いてるよ。また甲馬が出たんだってな。はい、夜叉と名乗る甲馬が帝剣を渡せと。帝剣？何か知っているんですか。いや、知らん。その夜叉という甲馬が新宮寺さくらさんの姿にそっくりで。なるほど、それで逃げてきたわけか。いや、逃げてきたというわけでは。ここに来たってのはそういうことだろ。家にいたいなら好きなだけいる。ここはお前の家なんだから。お父さん。セイボン、いや神山君、今日は泊まっていきなさい。二人ともゆっくり休んでいくといい。さくら、こちらを向いてもくれないか。それなら。やっぱ。さくら、仕方ない。じゃあこっちから行くよ。え、仙人さん。さくら、
けないことだと分かっているのに、魅力的な膨らみが。どこ見てるんですか。いや、こんな時に本当にごめん。俺のバカバカバカ。もう本当バカなんですから、セニーさんは。そうだな。あの頃はまだ子供だった。俺が突然引っ越すことになって、一緒に遊ぶこともなくなったんだよな。セイ兄さん、いきなりどっか行っちゃうんですもん。寂しかったんですよ、私。ごめん、兵学校で学ぶのが俺の夢だったから。さくらに夢があったようにね。そうですね、私は帝国歌劇団に入る。そればっかり考えて、新宮寺さくらさんに憧れて。同じ名前なんだから、きっと新宮寺さんみたいになれるって。それを疑うこともなく、ずっと夢見ていました。さくららしいな。でももし夜叉が新宮寺さんだったなら、私は。聖兄さん。桜。おう、聖母。うわ、風呂の準備を頼む。食事の前に入ってしまえ。